ます。よーし、今日も元気よく両散歩行くぞー。うわどんす、今日はね、餃子ニンニク AK 人ビロを取ろうと思いますね。もう山の上には達人がもうね、あそこにいますね。達人、達人さん、あれ、うわ、見てくださいよ、皆さん、この果てしない道。達人はもう上にいますよ。いやー、こんな、険しい。達人さん、やばいです。あ、この辺もそうだね。ちょっとちっちゃいけど、餃子ニンニクですね。よいしょ。うわ、落ちちゃうよ。すげえ、自然だ。人に会いませんね。あ、ダメ。先日ね、青空レストランで、志村けんとね、宮川大輔も、撮ってましたからね、一人の。餃子ニンニク。ちょっとね、達人、これそうじゃないこの辺。ちっちゃいね。ちっちゃいけど、この辺もそうだ。これから伸びるのがもう終わりなのかね。もう時期的にはもう終わりだよね。ラストスパート。いっちゃいな。この辺も、これ、そうですね。餃子ニンニク。本当はもっと大きいはずなんですけど。スタミナ切れ。やっほー。都会にはこんなないでしょう。足場がすぐ落ちちゃいそうです。虫とかもいっぱいいるな。もう出てきたね。じゃあどんどん行ってみましょうか。いやーいいね。餃子ニンニク取ってますよ。あーたっか、こんなとこまで来ちゃったんだ。やっほーやっほーやっほー。お馬さんやっほー。みんなやっほー。お空さんもやっほー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 。かわいいね。もうちっちゃいですけどね、根っこから。よし、取ったぞー。わ、まさかこんなとこにも。おい、コロナ、すいません、特座でも何でもします、すいません、すいません、コロさん、すいません、すいません、すいません、待ってください、バカ野郎。わー、よし、なめんなよコロナ。こんな感じでいいかもしれないで大量に取れましたね。天ぷらにしてもいいし、醤油漬けにしてもいいし、卵炒めでもいいですね。いやー北海道最高。よし、着いたぜ。伝説の足、しぶしゃい橋。散歩していきたいと思います。気持ちいいですね、皆さん。僕はね、僕の地元のね、しぶしゃい橋っていうね、橋なんですけど。まあ、昔はね、ここ夜になったらね、まあ、電気なんかついてね、これ、イルミネーションだったんですけど、今はもう節電で、夜もしょんぼりしてますね。いや、でもね、久しぶりに歩いてくる。気持ちいいね、これ。大自然。海も山も全部ありますね。皆さんどうですか、都会の皆さん、この景色。ちょっと落ち着いたら北海道に遊びに来てくださいよ皆さん。いや気持ちいいね本当に。海も山も川も全部3点セットですよ。いやー最高。いやー散歩っていいね。健康的です。この川のせせらぎなんかも聞こえますね。わが耳を澄ませば聞こえるでしょう。楽しいね散歩。まあ、この町はね、まあ、馬が有名なんでね、本当に、まあ、G1 とかね、いつも静内って町は撮ってますね、馬。結構また桜ですね。いや桜も今年ね、桜のお祭り全国から人来るんですけど、ちょっと中止になって。危ない危ない危ない、飛ばされた、風が強い。まあ、中止になっちゃったんでね、やっぱ両散歩でね、まあちょっと皆さんに伝えたいと思いますね、素晴らしさ。行ったら早速ね、馬さんもいます。馬さんもね、かわいいでしょ。馬がいて戯れたりとか、馬のお尻なんかも触ったりしてね。まあ行きますか。まあ結構この足ね長い、何メートルぐらいだろう、100、200メートルぐらいのかな、もうちょっとあるのかな。まあ間もなく、今もう半分以上超えたんでね、皆さんも北海道来たら遊びに来てくださいね。そしてこの橋渡って気持ちいいって言ってくださいね、本当に。自然です。わあ、いや、景色見てるだけでも上がるでしょ、テンション上がりけりですか皆さん。僕のタグが飛びそう。危ない危ない。で次はね、見て、白鳥なんかもいます。白鳥、こんにちは。この街はね、白鳥も結構飛んでるんでね、ほらもう飛ぶ寸前の白鳥ですよ、これ、ね。白鳥、こんな感じですね。あと残り 30m ぐらい行きますか。健康的。こちらもアマゾン川です。結構ね、ま
釣りしてる人なんかもいたりいなかったり、まあ、あと残り20メートルぐらい皆さんお付き合いしてもらえてありがたいなと思うんですけど、いや本当になんか自然と触れ合えてねすごくいい。やっぱりみんなね暗くばっかなってるんでもっとね、うん、明るいことを僕はね届けていきたいね。僕が今できることはこの大自然は変わらないっていうことですよ。早くねコロナが落ち着いて皆さんもね健康的に散歩なんてことかねしたら最高ですからね皆さん。さあそんな感じで残り10メートル滑り橋になります。ここね夏は花火大会なんかもあるんですよ。ここで花火大会河川敷でね。でも今年はきっと中止になるかもしれないですけどね。まあいい街ですね新日高町静内って言ってちょうどゴールしました。ありがとうございます。まあそんな感じでねまた散歩の風景はねどんどんこう更新していくんで皆さんチャンネル登録しておいてください。高評価も教えてくれたら最高ですね。そしたら皆さんまたねバイバイ。